どうも、ナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はぶっ壊れアクセサリー7000やっていきたいと思います。アクセサリーたくさんあるんですけども、ぶっ壊れてるやつありますよね。今日は特にぶっ壊れてる7つを紹介していきます。それでは、行きましょう。それでは、ぶっ壊れアクセサリー7000、その1。天使の羽飾りですね。このゲーム、行動速度がものすごく重要になってますよね。行動速度が一番上がるアクセサリーが、この天使の羽飾りです。スキル、フォローウィンド、これももちろん強いんですけども、やはり行動速度プラス20っていうのが重要です。行動速度が遅いやつにこれをつけてあげると、ある程度早く攻撃してくれますので、戦力がガラッと変わってきます。入手方法は、天のかけらとの交換ですね。一つしかないっていうのが残念。三つぐらい欲しかったですね。続いて、ぶっ壊れアクセサリー7000、その2、英雄のメダリオンですね。性能が本当にやばい。AP プラス1の PP プラス1。で、さらに、物理攻撃力がプラス 20% ですね。壊れてるなぁ。ペンダントにも AP プラス1、PP プラス1。のペンダントはあるんだけども、物理攻撃力プラス20っていうのが本当にすごい。で、さらに物理防御と魔法防御が1ずつ上がる。これも嬉しいですよね。でもこのアクセサリーも1つしか存在してない。これも3つぐらい欲しかったですね。ぶっ壊れアクセサリー7000、その3、リプスの風鑑ですね。このアクセサリーのスキルは本当にやばい。ファストムーブ、味方単体を行動最速にしてくれるっていうやつですね。このゲームは行動速度がものすごく重要で、攻撃がめちゃくちゃ強いやつって大体遅いんですよ。行動速度が遅い、そいつらを一番最初に動けるようにできますので、いろんな構成で使えますよね。ワンパンするときとか、これほぼ必須になったりします。ぶっ壊れアクセサリー7000、その4、狙撃手のアンバーレンズですね。これはスキルが素晴らしい。ホークアイですね。自身の攻撃を必中回心にするっていうやつですね。このゲーム絶対回避もあるんですけども、必中の方が勝ります。なので絶対に攻撃を当てることができますので、超強力な攻撃、これにホークアイをつけるとものすごくいいです。まあもちろん無効化されるやつには意味ないんですけどね。それではぶっ壊れアクセサリー7000、その5、マギアソウルですね。マギアソウル HP がマイナス 20% にはなるんですけども、スキルリスペル、これが強すぎる。魔法を2回発動することができますので、ほぼほぼ即死させることができます。しかもこのマギアソウル2つゲーム内に存在しておりますので、2人に装備させることができる。マギアソウルはめちゃくちゃ強い。ぶっ壊れてます。ぶっ壊れアクセサリー7000、その6、栄光のサッシュですね。これもスキルがめちゃくちゃ強い。リインフォース、味方単体を一度だけ AP 消費なしで行動させるっていうスキルです。特に強い攻撃技って AP3 とか使うでしょ。あれを消費なしで行動させてくれます。なので2回撃てるっていうことですね。火力がぐっと上がります。でもこれ入手がちょっとね、めんどくさいんですよ。闘技場でコイン2000枚との交換です。1個しかないっていうのがちょっと残念ですけども、これは取った方がいいと思います。ぶっ壊れてますよ。それでは1位に行く前に番外編です。言わずとも分かってるぶっ壊れ装備は入れておりません。まずペンダント系ですね。秘石、漱石、飛翔石、漱小石、あと四小石か、あれはもちろん優秀なので入れておりません。で、さらに指輪系ですね。乙女と一角獣の指輪、これも言わずとも分かってますよね。そして王冠ですね。古代の王冠、無限の王冠、AP が上がって全捨ても上がる。これももちろん優秀なので分かってることで入れておりません。
それではぶっ壊れアクセサリー7000、最後の一つですね、猫耳フードです。この装備が一番ぶっ壊れてると思います。もう群を抜いてぶっ壊れてるよね。白と黒があるんだけども性能は同じ、PP プラス1と行動速度プラス10、さらに魔法防御5、これでもうすでに優秀な装備なんですけども、スキルのクイックアクト、これがやばすぎる。味方を再び行動させるっていうやつですね。でさらに AP プラス1、この装備によって、ワンパン構成っていうのが組みやすくなりますし、もういろんなところで使いまくれるので、この装備は絶対に入手した方がいいです。まず白猫耳フードはすぐ入手することができますし、黒猫耳フードも、まあ、中盤ですぐ入手することができるので、まずこの2つは絶対に装備した方がいいと思います。これ間違いなくナンバーワンのぶっ壊れ装備です。はい、ということで今日はぶっ壊れアクセサリー7000やっていきました。今回紹介した7つは確実にぶっ壊れてると思いますけども、この他にもあるかもしれません。これおすすめだよっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。